多賀城ョ多賀城ガの大井屋多賀城碑は、宮城県多賀城市大浅市川にある、奈良時代の石碑。1998年6月に、国の重要文化財に指定されている。当時、道の区国の国府があった、多賀城の入り口に立ち、724年の多賀城創建と762年の改修を伝える。書道史の上から、日本参考碑の一つとされる。 石材は、加工砂岩で、現地の南東100メートルに露出する、中世代三畳紀の理不相によく似た石がある。石踏みは高さ約1.96メートル、幅約1メートル、厚さ約50センチメートルで、その一面を平らにして、字を彫っている。その額部には、西の字があり、その下の長方形の中に11行140字の、碑文が刻まれている。 石文に記された、建流年月日は、天平法寺6年12月1日で、多賀城の修築記念に建流されたと考えられる。内容は、と、日立国、下野国、末活国、江戸国から多賀城までの皇帝を記す、前段部分と、多賀城が、王の東人によって人紀元年に設置され、江宮盛によって修築されたと記す、後段部分に大きく分かれる。 江戸時代から保護のための福道の中に入れられ、場所は古代の多賀城南門の前である。復元模型が東北歴史博物館に展示されている。多賀城碑文、安井側見、読書予定期より、西多賀城佐、計千五百0里佐、江戸国会百二十里佐、日立国四百十二里佐、ケヤ国二百七十四里佐、末活国会三千0里この城が紙期元年。 西寺公子矢瀬地県、宇治上進む群14以上、君四島大野阿蘇安人のところ、おけなり天平宝,宝あざ6年西寺人員参議、東海東山節土市、14以上二部将京県安瀬地、宇治上進む藤原海阿蘇浅勝修造成天平宝あざ6年12月1日、江戸時代初期の万字官文年間の発見とされ、土の中から掘り出されたとか、 草むらに渦漏れていたなどの説がある。発見当初から歌枕の一つである壺の石踏みであるとされ著名となった。廃人、松尾芭蕉が元の国年に訪れたことが奥の細道で紹介されている。碑文は様々に記録されたが異なる点が多く、現在読み取られる文面が判明したのは仙台藩の儒者で司書編さに従事した佐久間義和が、 この吉江と共に託本を取った元禄十二年である。多賀上妃が偽作ではないかという剣儀は江戸時代末期からかけられていたが明治時代に審議論争が活発になった。現在では新作説が有力である。偽作説の根拠としては奈良時代の那須国造妃などと比較すると審を置き難いと指摘される。すなわち書体は古風を模しているとはいえ世紀がなく、 周字体であり、文字の彫り方は、金星以降に見られる、箱彫りであるとされた。碑文の内容についても、以下の問題点が指摘された。朝勝が、石踏みが建てられた、天平法寺6年12月1日に参議に、任ぜられているのもおかしく、以下も石踏みには、14位以上とあるが、俗に本気によれば、14位下であるという。また、朝勝が、 東山道節土市に任ぜられたことは、俗に本気に見当たらない。石踏みには、末活国とあるが、末活国はすでに国語を改め、渤海と合し、当時から二代前の聖武天皇の時代から日本との交通は頻繁であるのに、末活国とあるのはおかしい。日立国会を隔たる理程も、また生死と符合しない点がある。日立国から、道の区国に行くには、 三道と街道とがあり、三道は412里であり、街道は292里である。俗日本語記によれば、和道年間から公認年間までは、感動は街道であり、以後、三道を感動としたという。とすれば、石踏みの天平法事6年は当然、街道の利数を上げなければならないところである。こうして、多賀城比は、仙台藩が、 佐久間ほら岩尾に命じて作らせた偽作であるとされた。1963年、多賀城跡の発掘調査が行われ、8世紀半ばに大規模な改修が行われていたことが新たに判明した。これは、非文公判の多賀城改修を示した内容に一致する。この改修に関する文献はそれまで発見されておらず、多賀城碑はこの改修を伝えている。 唯一の文献として、再び注目された。そして、石踏みが偽作であるならば、改修に関して記載できないはずと考えられた。これをきっかけに、多賀城被偽作説の見直しが始まった。秘文の書体については、筆跡学的な検討により当時の基人、構想などの高い教養を持った人物によって書かれたものと判明した。彫り方についても再度検討され、 箱彫りではなく、野ん彫りであることが分かり、近世以降の技法で彫られたものではなかった。また、碑文の文字の配置には、奈良時代の天平弱が用いられていることが判明した。碑文の内容についても検討された。あずま人の官位は、道の区国在任中に経た、安ぜちけん陳寿将軍、十四以上、軍四等であると解釈すれば矛盾ないとされた。また、 朝活の管理については、石文の多賀城修築費という性格を考慮すると、朝活の功績を称える意味で東人と同じ管理を記したのではないかと推測されている。間違った理点に関しても、そもそも偽作であれば、誤りの距離をあえて記述する必要がないはずとされた。さらに1997年の副道の解体修理に際して、 石踏みの周囲の発掘調査を行った結果、古代の据え付け跡が確認された。このことにより石踏みは、検筆当初から、この場所にあった可能性が強まり、石踏みの新作説を後押しした。ありがとうございます。